はい、どうもケジです。今日もね、朝イラムやっていきます。新しい情報また入りましたね。見ていきましょう。10月31日にバージョンアップありますね。メンテナンス後のバージョンアップで 1.04 になります。そしてですね、今回のお知らせでさらに新しい情報がね、公開されました。一応ね、お知らせ見てもらったら分かる通り、ガチャとクエストイベント、それからショップの武器追加になりますね。あとはバージョンアップに伴う、作業のお知らせということになります。今回はね、これについてね、少しお話ししていこうかなと思います。まずはですね、バージョンアップに伴うメンテナンス作業ですね。いろいろと改善された点がね、ここに書いてありますので、ここをしっかりと熟読しといた方がいいですね。午前11時から夕方4時頃までを予定しているということなので、まあ、日曜日のお昼間から、まあ、夕方までは少しゲームができないのがどうかなと思うんですけど、まあ、その後またね、新しいコンテンツも追加されるので、日曜日のアップデート、これはもう我慢して待ちましょう。それじゃあね、一番上のガチャについてお話ししていきましょうか。2体のスリーパーが新登場、ピックアップ新スリーパー入隊ガチャ、これがメンテナンス後ですね、夕方4時以降になります。で、まあ、コバトとマヌエラがね、新しいキャラとして追加されますが、属性が違いますね。アタッカーの2体になります。で、この2体がピックアップとしてガチャに含まれるんだけど、マヌエラの場合は期間が過ぎれば通常ガチャに組み込まれます。まあ、ですがコバトは今回のこのガチャ開催期間終わっても通常ガチャにお引越ししてこないんですね。期間を空けていつかはスリーパー入隊ガチャ、普通の通常ガチャに組み込まれるっていうことですね。なので今回のこのピックアップガチャでぜひ真っ先に入手したいのはコバとレイカとなりますね。マヌエラもね、今回新キャラになりますので取っておきたいんですが、もし取り逃しても普通の通常ガチャに組み込まれるので、まあ、そこで獲得できるので、まだ余裕はありますね。まあ、ですがコバトの場合はここ取り逃したらちょっとしばらく手に入れるのが難しいかなと思うので、今回のうちにコバトはゲットしといた方がいいですね。で、今回のコバトはですね、完全アタッカーとなりますね。スキルは回復を持ってないので、回復用のコバトと攻撃用のコバトと、この2枚を使い分けていかないといけないですね。だけどかなり強いキャラクターになってると思いますね。マヌエラよりもステータスは高いのかなと思いますね。まあ、アビリティもこのように鬼神クリティカル流水という風にね、完全にアタッカー向けのアビリティがついてますので、まあ、おそらくね、前でガンガン行くと思われます。まあ、あとは女の子キャラなので、まあ、ディフェンス、それから HP ですね、まあ、防御面がちょっと心配になりますね。まあ、なんせ水着着てるんで、まあ、その辺はおそらく、まあ、装備品とかでしっかりとね、まあ、5武器のアビリティとかで、まあ、補填していけばいいのかなと思いますが、まあ、今のところこの女の子キャラだから HP が低いとか防御力が弱いっていう感じはしないですね。まあ、おそらくその辺はあまりね、差はないと思うんだけど、この新しいガチャね、ピックアップ中に、まあ、取っておいて損はないキャラクターだと思いますね。で、次がマヌエラなんだけど、マヌエラはね、今回新しい武器がショップに追加されます。今回のマヌエラ専用の武器ですね。今回のマヌエラはタンクではなくアタッカーになりますね。まあ、コバトと同じアタッカーになります。それ専用の武器がショップで先行発売されます。優勝で買うことができます。まあ、また今後ね、白鏡石で買えるようになります。それをね、待ってから白鏡石の方で買ってもいいと思うし、まあ、課金できる方は先に武器買っといた方がいいと思いますね。まあ、全然強さが変わってきますので、まあ、課金できる方は先に武器衣装を買える方は買っといた方がいいですね。ついているアビリティとかも優秀なものがついていますし、パラメーターの底上げにはかなり役立つ武器になりますので、武器と衣装になりますので、ぜひね、購入しといた方がいいですね。で、マヌエラのスキル技なんだけど、595% ダメージとスロー15秒間付与っていうアビリティがついてるんですよね。デバフですね。このスローっていうね、デバフ効果、これかなり効果出るんじゃないのかなと僕思ってます。今ね、食らうと痛い状態以上で麻痺ありますよね。あれ結構ね、ほんの数秒なんだけど、あれを食らうと結構きついんですよね。ここでこのスローっていうね、デバフ効果状態異常かな、これがね、かなり敵のね、戦力を削ぐことができるんじゃないのかなと思います。このスローは結構ね、僕かなり驚異的なデバフ効果状態異常じゃないのかなと思ってます。役職が、まあ、ロールがお互い変わりますので、まあ、新しいキャラね、欲しいって方はぜひ今回のガチャチャレンジして、まあ、ゲットしてください。
一応このガチャにも天井というのが用意されてますね。まあ、天井というのは何回か回したら確実に今回のピックアップのキャラクターが手に入るっていうやつですね。100連回せばですね、まあ、天井に到達してマヌエラを獲得することができます。ピックアップマヌエラをゲットできます。そしてコバトはですね、2枚目の最後なんですよね。200連目なんですよね。まあ今まで通り10回ガチャが3000いるとしたら6万ですね。6万白鏡石いるってわけですよ。結構きついですよね。3万のマヌエラまではまだ十分優しい方かなと思うんですよね。天井でマヌエラ3万ならば。ただ6万まで行くのはちょっときついので、できるだけ早いうちに引いておきたいっていうのはもちろんそうなんだけど、まあ無理しなくてもいいのかなっていうところはありますね。まあその辺はね、自分のお財布と白鏡石の、残量によって、まあ、考えてもらったらいいなと思います。で、マヌエラの場合はですね、今回ショップにも新しい武器がね、追加されます。マヌエラ装備 B ですね。ロケットランチャーを使うマヌエラ・ロドリゲスに装備可能ということなので、まあ、新しいマヌエラしか持てないと思いますね。今回ね、マヌエラアタッカーになるんだけど、前衛っていうよりかもしかしたら中衛ぐらいになってくるのかなと思いますね。最前列でこのロケットランチャー持たれてもどうかなと思うんですが、まあそれはちょっとわかりません。はい、それは僕のね、感想になります。はい、こちらが先行発売ですね。1480円で、まあパックですね。武器と衣装両方ついた1480円。これ結構安いですね。で、この期間に買わないと、後々白鏡石で買うことができますが、バラ売りになるので、それぞれ白鏡石必要になります。武器に610個、衣装に1480個ですね。だから今の間に、まあ、1480円でパックで買っといた方がお得ということになります。で今回ね、この装備パックで購入できるこう衣装ですね。衣装にアビリティ幸運がついてるんですね。まあ、クエストクリアした時のアイテムの、まあ、宝箱のドロップ数が増えるんですよね。各キャラクターにね、そういった武器、衣装が用意されてます。全部のキャラクターにあるわけじゃないんですけど、一部のキャラクターの武器、衣装には、優勝武器、衣装には、こういった幸運ってアビリティがついてるんですよね。まあ、この幸運っていうね、アビリティ、これは非常に役に立つアビリティなので、そこしっかりとね、見極めて購入してほしいなと思います。はい。で、最後にね、シナリオイベント、鉄拳炸裂、ビキニ空手、危機一発開催っていうことなんだけど、11月1日ですね。これはバージョンアップの10月31日の次の日、1日空きますね。まあ、秋なのになぜか水着ということですね。これはどうなんでしょうね。もう作ってたからどうしようもなくて、もう今出すしかないから出してきてるのか、わざわざね、水着キャラにして、まあ、ユーザー数を獲得しようとしているのか分かりませんが、まあ、こちらの方が登場するってことですね。これは別に獲得できるとかそういうふうには書いてないんですよね。ガチャで水着とかいうわけでもどうやらなさそうですね。はい、ということで今回ですね、新しく入ったお知らせについてうだうだとお話ししてみました。ということで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。このように当チャンネルでは新しい情報が入ったらぐだぐだと話すことがあると思いますが、ぜひまた遊びに来てください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではバイバイ。コウジロウゲームズでした。